戦場の動向を丹念に追った作品である。2001年7月1日から2002年10月27日まで、毎日新聞日曜版に連載され、2003年3月1日に、毎日新聞社から単行本が刊行された。第129回、直木賞候補作である。2006年11月の映画化に合わせて、10月10日に、文春文庫版が刊行された。 文庫版は1ヶ月で100万部以上を売り上げ、同社最速のミリオンセラーとなった。発行部数は2018年8月時点で240万部に達している。2008年に舞台化。2016年と2017年にミュージカルが上演された。2018年にテレビドラマ化された。弟と二人暮らしの竹島剛氏は、 弟の大学進学のための金欲しさに空き巣に入り、思いがけず、強盗殺人まで犯してしまう。高校生の竹島直樹は、突然一人ぼっちになり、途方に暮れる。とにかく謝罪しようと直樹は、被害者の家を訪れるが、遺族の姿を見かけただけで逃げ出してしまう。高校の卒業式の二日前の直樹のもとに、獄中の兄から、初めての手紙が届く。 それから月に一度、手紙が届くようになる。極中の兄の平穏な日々とは裏腹に、進学、就職、音楽、恋愛、結婚と、直樹がもう少しで幸せをつかもうとするたびに、彼の前には強盗殺人犯の弟というレッテルが立ちはだかる。それでも、理解してくれる由美子と結婚して一時期、幸せが訪れる。しかし、娘のミが仲間外れにされ、 正々堂々と生きていく意味を考えてしまう。そして、獄中の兄に当てて、手紙を出すのだった。2006年11月3日に丸の内ルーブルタ、全国小畜、東急系で公開された。主人公、竹島直樹は、原作ではバンドを結成するが、映画では漫才コンビを結成する。二千八年四月に、舞台劇、手紙として上演。菱田深夜脚色。 演出で演劇化された。キャストは、竹島直樹役に、相葉広樹、竹島剛役に、新を学ぶ白石由美子役は、富田真穂。2016年1月に、ミュージカル、手紙として、新国立劇場小劇場、新神戸オリエンタル劇場、平方市民会館内ホールにて上演。脚本、作詞は、高橋千と二子、演出は、 藤田俊太郎、作曲、音楽監督、作詞は深沢恵子が担当。2017年1月にはミュージカル、手紙として再演された。新国立劇場小劇場、新神戸オリエンタル劇場で上演。再演とは言わず、新たに2017年度版として上演された。2017年版は弟役がダブルキャストになり、新曲が登場。 ラストシーンも変更された。キャストキャスト、東野敬語手紙のタイトルで、テレビ東京系で2018年12月19日に放送された。主演は、亀梨和也。ドラマ化にあたり、原作者の東野敬語は、手紙は私自身が答えを探しながら書き継いでいった作品です。亀梨さんも演技を通じて何らかの答えを発見されるのではと思いますとコメントした。 ありがとうございます。